今回、事故が起きた高速ツアーバスについては、これまでにも安全面での問題が指摘され、国土交通省が規制を強化する検討を始めていました高速ツアーバスは、旅行業者が利用者を募り、貸切バスを使って低価格な運賃で利用できるということで、ここ数年、急増していました。しかししか距離に応じてて運賃が決まるる高速乗り合いバスととは違い旅行商品として扱われるため 道路運送法は適用されませんこのため旅行業者が乗客に対して安全確保の責任を負っていないなど問題が指摘されていました国交省は高速ツアーバスについても高速乗り合いバスと同様に運行計画を国に届け出るなど規制を強化することをすでに検討していて早ければ来月にも省令を改正する方針でした